フラッフィーです。はい、今日はゲストに来ていただきました。イエーイ、ヒロイスです。サイです。セロイスです。イエーイ、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。今回の企画はですね、コンビ愛を確かめるっていう話になるんですけど、はい、こんな感じでやっていきます。もう終わりですか？負けないわけです。うん、ちょっと始めたのもなんか私たちはめっちゃ仲いい、ね。まあ、そちらもね、なんか自信あると思うので、うん、負けないぞということで。はい、お題言われたらここに書いて、どっちがどれだけあったかを対決していきたいと思います。はい、はい、わかった。急にね、それではやっていきたいと思います。はい、これ見ちゃダメなんですよ。あ、見たのか。ここ見たらダメだよ。見ちゃダメ。お二人が一番最初に出会った場所は？結構簡単じゃない？これは簡単。これは簡単。よし。初めて2人でお出かけした場所。あ、それ分かる。あ、分かるよ、分かるよ。思い出してみ。あれはこの主にプライベートなの。そんな話し合ってていいのかな。行きまーす。やっぱ俺らの方がね、コンビ愛あるかもしれない。え、そんなことない。これで違ったらやばいよ。これで違ったらやばいよ。せーの、パン。おお、原宿ですね、こちら。言ってなかったですけど、負けた方罰ゲームあるんで、え、楽しみにしてください。勝ちまーす。ちょっと待って、なんか今何対何ですか？まだ2問しかない。2対1です。それだけ仲がいいってことは、お互いのこともそれなりに知ってると思うんで。もちろん。当たり前だよ。当たり前だよ。もちろん。お互いが好きなもの。ああ、物って何？食べ物、食べ物です。食べ物、うん、食べ物あるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、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 え、それ好き？いや、俺は分かるぞ。え、この書いた。え、でも、かの当たるんだよな。2個で迷ってる。うわ、俺も2個だ。俺も、まあ、いや、俺はもう、え、どうしよう。これに決めた。はい。じゃあ、かのさんの好きなものをレイラさん当ててください。はい。かのさんの好きなもの何？当たってる。サガリ。ねえ、そんなの一個も使わない。サガリ、サガリ、サガリ、サガリと花火って一緒ですよね。違います。え、嘘、花火、じゃあ花火、花火。違う、違う、いつも。ラム肉嫌い？カノ大好物のジンギスカ、カノ大好物のジンギスカ。レイラさん、レイラさん、なんて書いてある？あ、でも杉のも。え、サガリ、本当だ。え、サガリ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 、
ラさんの好きなもの。ミラさんは多分合ってると思うんですけど、牛タン。イエーイ。おお。素晴らしい。わかる、素晴らしい。これ何ポイント？0.5 ポイントですね。0.5 ポイント。すげえ。好きなもの。好きなもの。好きなもの。じゃあ伊勢里行きますか。はい、お願いします。じゃあどっちから発表する。じゃあ俺伊勢の好きなものを言ってほしい。俺もう毎回答えてるんですけど、肉。うーん、おーおー、あざーす。強い。焼肉ってことで肉って言います。すごいすごい。サトシはもうこれにかけて。はい、じゃあサトシの好きな食べ物は、はい、今日は猫かぶってるだし巻き卵です。いきます、せーの、ポン。おー、すごい。今こっちが3ポイントでこっちが2ポイント。終わったじゃん。あのポイント高くしてください。あと2問。まあ4問目いきます。はい、で逆に好きなものだったんか。いや、嫌いな食べ物です。こっちの方が簡単じゃないか。わからないよ。知らない、知らない。これ俺もわかんねえな。わかんない。一星が嫌いな食べ物なんだ。いや、サトシのものわかんない。なんだろう、嫌いな。待って、俺も本当にこれ蚊になっちゃうな。やっぱり蚊もしんない。ブラッピー大丈夫？あれだけ偽りだったの。え、違う違う違う。なんか一番の方がいいよ、多分ね。行きましたか。はい。じゃ今度俺らから行く。そうね、お願いします。じゃあ俺、サトシの嫌いな食べ物。あ、僕パクチーです。じゃん。ピーマン好きですね。ピーマン好きですね。ピーマン好きなの。僕の嫌いな食べ物はピーマンです。うわ、マジか。そういう感じか。なるほどね。トマト嫌いな顔していいじゃん。どんな顔してるの。食べれなそう。ピーマン嫌いなんだ。ピーマン嫌いなもの何。パクチー。パクチーね。まあ、1ポイントくらい。1ポイントくらいどうでもいいじゃん。カノが嫌いな食べ物とか言うね。カノが嫌いなのは甘栗。甘栗嫌い。パクチーでしょ。パクチー食べない。特にない。パクチー食べれるの？食べれない。なんで？え？栗？なんで？モンブランとか食べない。モンブランとか食べない。そんなもん食べてもいいじゃん。じゃあレイラは？レイラの嫌いな食べ物は、なんていうんだっけ？ジンギスカン。え？臭いからね。そう。食べれないって言ったじゃん。カノはジンギスカン好きだけどレイラ嫌いだよねって。そうだっけ。うん、好きな食べ物はジンギスカン。私嫌いな、ジンギスカン食べれない。ごめんなさい、妥協って。字が変わらない。そんな自信のなさが字に現れてる。うーん、ショック。これ難しかったね。これどっちにも入んないってことでいい。どっちにも入りません。ってことでラストですか。ラストか。最後ポイント高くしてもらおう。最後じゃあ5ポイントにしますか。おー、この人が相方で良かったなって思う瞬間を同じ答えを書いてください。同じ答え。同じ答え。2人で同じ答え書いてください。コンビ愛ってそういうことですよね。そうですよね。ちょっと待って待って待って。どうして。お互いがこういうこと書きそうだなって予想しつつ。じゃあ僕に合わせてもらって。どっちに合わせる。どっちかに合わせるだけ決めよう。俺でサトシに合わせる。あ、じゃあ僕に合わせてもらって。うん。どっちがいい。でもさ、同じニュアンスならいいんだよね。簡単。そうだね。うざ。どっちがいい、どっちがいい。珍しく一番早いです。よくよく考えたら分かる。いやー、ちょっと、おー、これ多分合ってる気があるぞ。伊勢里チームからお願いします。せーの、ポン。引っ張ってくれ。俺が引っ張る力があり才能があるから。俺社長、サトシ副社長。まあでも、まあ、近いよ、近い近い近い。まあニュアンスは完全合ってるよね。まあ全部何か近いだろう、こうなるよ。え、近い。すごい、すごい。そうね、僕ついてくるわ。ありがとうございます。すごい。勝っちゃう。もう5ポイント取っちゃった。うん。え、私この回も何やってたらこれ。どうする？まあ、なんか10個ぐらいあげるの。おお、優しい。女だし。優しい。レディーファースト。レディーファースト。どうせ負けねえし。せーの、ポン。お願い。あ、
ズった時。え、待って君バズった時って何だよ。バズった時なんだよね。カラヤさんのカラヤさんのカラヤさんのいいと思った時がバズった時だ。最低だ、最低だこいつ。そういう意味よ、そういう意味よ。カノがかけてるところはレイラがちゃんとしてて、レイラがかけてるところはカノがちゃんとしてるっていうので補ってる。さっき飲んだよ。待って、でも飲みやすい飲みやすい今だ。じゃあカルビ飲んだ方がいいんじゃない？うん、そうだよ。だまあ4分の3ぐらい飲んだよ。はい、というわけでですね、はい、バイバーイ。